それでは、まず、話題でお話しいたしました、知床沖における観光船の捜索救助事案と、新型コロナウイルス感染症対策に関するご質問をお受けしたいと思います。ご発言の方は挙手をお願いいたします。北海道新聞、金子さん。北海道新聞の金子と言います。よろしくお願いします。コロナの関係なんですけれども、知事から冒頭言及がありましたので、マスク着用について伺います。全国知事会として国に考え方を示すよう求めているとのご発言なんですけれども、岸田文雄首相は昨日また本日の国会答弁で、マスク着用について感染の基本的予防策として重要、現時点でマスク着用を緩和することは考えていないですとか、また緩和は現実的ではないなどと述べています。この首相の見解について妥当と考えますでしょうか。それはさまざまな知見、国の専門家、そういった皆様で、今後、さらに議論をいただいた中で、この国としての考え方を示すということでありますが、現時点におけるさまざまな知見などを踏まえた中で、対策本部長である総理としての、そういったお考えをお話しされたということについて、それは対策本部は、その本部長は総理ですから、そのお考えが広く国民に共有をされ、対策を取る必要があるというふうに考えてます。ただ、私はですね、今、札幌も非常に暑かったですけども、この東京よりも暑かったような、数日前ですかね、ございましたけども、やはりこのマスクの着用、特に屋外については、これは気温も上がってくるし、湿度も上がってきます。で、十分な距離、これが屋外で、その確保できますよということであれば、これマスクを外すということも、これは奨励していくということが必要なんではないかというふうに思いますし、また小さなお子様についてはやはり自分でマスクを外すということもなかなか難しい中で、さらに気温上昇などもありますので、そこは特に注意していただく必要があるというふうに考えましたので、今日の対策本部でも、そこをしっかりみんなで周知していこうということであります。その一方でしっかりですね、やはりこれはこの科学的な、そういった知見も踏まえて、国としてこの全国みんなマスクこれ着用してるわけですから、その方向性を速やかに示してほしいというふうに考えています。すみません、北海道新聞の金子です。確認なんですけれども、ボタンの、つまり総理が対策本部の、トップなわけですから、その方が示した考え方については、広くこれから共有されることと思いますと、ごめんなさい、文言、完璧ではないんですけれども、知事おっしゃった、つまり首相のこの現時点での見解は妥当であるというふうに理解してよろしいんですどか。のような議論が今の現時点で行われた中で、総理が言った発言に気づいているのか、私は測りかねますけども、それは我々が思っている以上に、全国のデータですとか、専門家の皆様のご意見ですとか、そういったことを踏まえた中で、政府対策本部長である総理が、現時点においては緩和することは現実的ではないというお話をしているわけですから。この点をしっかり受け止めた中で対策を講じていく必要があると考えています。ただ一方で、この非常に暑くなってくるので、その点はやはりこの屋外については、そういったマスクの着用、一時期はですね、皆さん十分な距離があった場合にはマスク着用してなかったという時もありましたけども、そういったこの何て言うんですかね、大丈夫な場面と、そうじゃない場面っていうのを、ちゃんとみんなと共有しながら、やっていくってことは、今の時点でも、必要なことなんじゃないかというふうに思ってます。よろしいですか。このほか話題の関連でご質問ございますでしょうか。NHK 吉村さん。NHK の吉村です。観光船の事故の関連で、先ほど知事、道内を訪れる観光客などに対して、事業者の安全対策の実施状況、その情報を提供するということでおっしゃられていましたが、具体的に、いつ頃までどのような形で、実施するという
ことなのかお考えがあればお聞かせいただきたいのと、また合わせてその必要性についてどのように認識されているのかお願いします。はい、まあ、この夏の観光シーズン、まあ、特にこれから7月だとか8月とか、まあ、本格的なシーズンに入ってきますと、通常の北海道の夏のシーズン、本来多くの方々がですね、そういった観光船をご利用されるという時期になってきます。この事業者の方々はですね、この安全に皆さんに楽しんでいただけるようにということで、これまでも取り組み進めてきている、まあ、このことは皆さんにお伝えをしたいというふうに思います。まあ、ただ、さらに今回の事故を踏まえた中で、この一丸となってですね、やはり教訓として取り組みを進めていく必要があるというふうに考えてますので、まあ、そういった夏のシーズン、まあ、これを迎えるにあたって、道内全体でですね、そこを広く情報提供をする、まあ、このことが必要ではないかというふうに考えてますので、まあ、そういった意味ではこの夏の時期ですね、まあ、その前にできれば皆さんとそういった情報発信、これをやっていきたいというふうに考えてます。よろしいですか。はい、この他いかがでしょうか。話題の関係で、はい、STV 柳沢さん。STV 柳沢です。よろしくお願いします。今の NHK さんの質問にも関連してくるんですが、まあ、見てあります。改めて、知事のお話の中でありましたが、明日で3週間を迎える、知床船の事故、まだ行方不明者の方もいらっしゃいます。この現状を踏まえた、知事の受け止めを お聞かせいただきたいのが1点。あと、まあ夏の時期に向けてですね、今広く情報共有をしていくという言葉が何度か出てきていると思うんですけれども、まあ、知床の観光船については長い距離が今年は今のところ中止という話にもなっています。まあ、すでにそのアドベンチャーツーリズム、アドベンチャー、トラベルという部分で影響が、まあ、出てくると思います。まあ、全国の方を見ても、本当に北海道の観光は安全なのか、こういったものの乗り物安全なのかという、まあ、不安が取り、まあ、ちょっと拭えなくなってしまう部分もあると思うんですけども、それについて、まあ、その情報共有というところでもし具体的にどういう発信をまあ、観光の方にしていくのか、まあ、お考えがあったら具体的なものを教えてください。まあ、まずですね、この3週間が経過をする中で、14名の方が発見、救助をされたわけですが、この全員の方の死亡が確認をされているというわけでございます。まずですね、この亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを改めて申し上げたいと思います。大変大きな事故になりました。今現在も、この安否不明の方の、捜索救助活動に、まあ、我々も、まあ、海保を中心とするわけですが、まあ、協力をしながら、私もご家族の方々と説明会に参加をしてお話をお伺いしましたけれども、まあ、とにかく1日でも、もう1秒でも1分でも早くですね、とにかく自分の手元に帰ってきてほしいということを、この涙ながらに訴える方が、この間近でですね、それをこの、訴えられる姿、私も胸が張り裂けそうな思いで、その場に同席をさせていただきました。まあ、そういった皆さんの思いに応えるためにも、多くの方々に大変なご協力いただいてますが、まあ、引き続き、この安否不明者の方の捜索救助活動に皆さんと共に取り組んでいきたいと考えておりますし、また斜里町もそうですし、まあ、ご家族の皆様に対してさまざまこの不安に寄り添う、そういったサポート体制、まあ、これが必要でございます。我々としてもそういった面も引き続き取り組みをしていきたいと思います。まあ、その上で今回のその原因の早急な究明、そして再発防止、まあ、この部分も国においてもすでに動いているところでございますけれども、先般この松野官房長官とお話をした際にも、やはりこの地域の実情、まあ、例えば、まあ、北海道と沖縄では環境が違いますので、まあ、そういった全国一律の、まあ、そういったルールで大丈夫なのかと、まあ、いわゆるこの北海道で起きた事故であり、
まあ、そういう本堂のですね、そういう実情も踏まえた中での委員会の中での議論、またそういうメンバー理解のある方が参加するようにできないのかというお話もさせていただいた中で、まあ、そういったメンバーの中に一部道内のそういった方も入られたというふうにもお伺いしているところでございます。まあ、その今後の検討状況も注視をしながら、道としてもまあ様々この必要な地域の声も踏まえた中での国に対する提案要請なども行っていきたいというふうに思っています。そして昨日も私も羅臼の方にお伺いしたときに、今ご質問のあったやはり地域観光に与える影響への懸念の声が複数の方から寄せられております。その点につきましても、まあ、これは必要な支援、国にももちろん求めてまいりますけれども、ご質問にありましたが、その観光船の皆さんですね、この安全に皆さんに楽しんでいただくということを、これまでもですね、やってきたということについては、少しご理解をいただきたいというふうに思っています。まあ、その上で今回、このなぜ事故が起きてしまったのかという問題についてはしっかり教訓として皆さん受け止めていかなければならないということで思っていただいておりますけれども、そういった安全に配慮した取り組みはですね、しっかりこのやっていることについても多くの方にしていただきたいという思いもありますので、そこは事業者の方とも連携をしながらですね、道内にお越しになるそういう方々に正しい、まあ、そういう情報、そして事業者の方々の思いも含めてですね、お伝えをする、まあ、そういったことが必要ではないかというふうに考えています。よろしいですか。はい、この他話題の関係でご質問ございますでしょうか。はい、共同通信花房さん。共同通信の花房と申します。ちょっとお話が重なる部分もあるんですけれども、今回の事故を受けてですね、斜里町の方では職員の方が、まあ、かなりご尽力されたというふうなことがありまして、でそれを踏まえてですね、現在の町とのその連携状況ですとか、今後その道によるですね、斜里町への支援のあり方みたいな部分についてお聞かせいただけると助かります。はい、斜里町に私もお伺いしまして、町長ともお話をしました。かなりこの町を挙げてですね、対応していただいている中で、まあ、職員の皆様も、そういった意味では通常 の業務も当然あるわけでありますが、まあ、今回の事故を受けて、かなりこの多くの人員を、この割いていただいているということであります。まあ、その中で出てきた課題については、まあ、振興局はもとより私自身もですね、町長とお話をさせていただく中で、共有をさせていただいたところであります。一部この、財政的にもですね、この想定をしていなかったような支出が出てきているというようなお話なども町長からもお話がございましたので、そういった点についてどういったことができるのかということなど、さまざまこれはどうとしても検討していかなければならないというふうに思っています。また振興局、そして本庁からもですね、リエゾンを送ってますので、まあ、そういった状況の中で絶えず町の皆様からも情報をいただきながらですね、必要な支援を継続していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。よろしいですか。はい、話題関連いかがでしょうか。このほかございますか。よろしいでしょうか。はい、よろしければでは話題以外も含めましてご質問をお受けします。はい、北海道新聞川崎さん。北海道新聞の川崎と申します。はい、日本海溝千島海溝沿いの巨大地震と津波の対策についてお伺いいたします。知事が改正を、要望されてきた、避難施設と避難経路の整備に関わる国の負担割合を2分の1から3分の2に引き上げる改正特措が本日、可決成立しました。市町村の負担が軽減される一方で、まあ、3分の1の負担でも、市町村の財政が厳しいというような声も上がっております。そこでお伺いしたいのが、知事は残りの市町村負担について道として財政支援を、されるお考えはありますでしょうか。はい、
以前もご質問いただいたところかと思いますけれども、まあ、この南海トラフ地震と同等の法改正、そして特に積雪寒冷地特有の課題への対策について、まあ、法整備、そして財政上の措置、まあ、これが必要だということを繰り返し申し上げてきたところでございます。こうした中本日ですね、今ご質問にありましたけれども特別措置法の改正法律案が国会で可決をされたところでございます。法改正に向けまして多くの方にご尽力をいただきました。この皆さんに改めて感謝を申し上げたいと思います。この度の法改正を踏まえて防災対策を推進していくための地域指定、この地域指定やさまざまな計画を作成していくことが必要になります。このため国や同関係市町村が連携協力をしながら取り組んでまいります。同としては積雪寒冷地である本土における避難対策に必要な機能が確保されるように、まあ、今ご質問のございましたこの財政支援などについて、まあ、国とも協議要請をするなどいたしまして国や関係機関市町村、まあ、これは一丸となって道民の皆様の命を守るために全力で取り組んでまいる考えであります。よろしいですか。あ、はい、ちょっと確認だったんですけれども、まあ、国の、まあ、負担が引き上げになったというのはありますね。で、まあ、ご回答だと国と、道と、まあ、市町村と、まあ、一丸となってというお話だったんですけれども、具体的にその道の、財政支援を、するお考えがあるということでよろしいでしょうか。まあ、この点については今申し上げましたけれども、まず法律が、まあ、今回改正をされました。で、改正をされたことに踏まえまして、防災対策を推進していくための地域指定、そしてさまざまな計画、まあ、これを作成していく必要がございますので、まずこういったプロセスを進めていく必要があります。まあ、その上で、先ほど申し上げたような財政支援などについては国とも協議、そして要請をするなどして、この市町村とですね、しっかり一丸となって、この取り組みを進めていきたいというふうに考えています。同じことをもう一度おっしゃったようですね。はい、現段階ではそういう、現時点でこの、はい、今、法律改正案が、国会で成立をしたのが本日でございますので、はい、今日の会見では、まあ、こういった考え方をお話しさせていただいたところです。はい、わかりました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、このほかいかがでしょうか。はい、北海道新聞、岩崎さん。北海道新聞の岩崎と申します。よろしくお願いします。昨日おとといも行かれてましたけれども、知事が当初から取り組まれている道内の地域を訪れて、特色ある取り組みなどを視察してそれを発信するという直道カフェについてお尋ねしたいと思います。就任初年度はですね、23市町村おそらく訪れられたと思うんですけれども、その後コロナウイルス の流行などもあってですね、なかなか現地を訪れるというのが難しくなったという実情があったと思います。ただ本年度に入りまして、まん延防止等重点措置などが解除されたこともあってだと思うんですけれども、まあ、昨日おとといも含めて1ヶ月半ですでに15カ所とかなりハイペースで訪問されているかと思うんですが、こうしてですね、道内の地域を訪れる意義ですとか、知事として思われるまあ、地域を訪れたいという思いがもしあれば、はい、そしてこうして多くの市町村本年度に入って訪れられているその意図がもしあれば教えてください。はい、まあ、これは地域の方に訪問をさせていただいて、まあ、さまざまこのコロナ禍の中でも、まあ、地域でですね、創意工夫を凝らしながら本当にさまざまな取り組みを実践されておりますので、そういった皆様から直接私もお話をお伺いをさせていただいて、まあ、道の施策に反映させていくということは、まあ、この地域創生地方創生、まあ、この取り組みを進めていく上でもですね、また道政においても非常に重要なことだというふうに思っています。まあ、これまでも、まあ、そういった地域訪問私としてはぜひやりたいということで、まあ、なかなかオンラインですとか、また私自身がお伺いできないときは道の幹部ですとか、まあ、いろんな形で務めてはきたんですけども、まあ、なかなかこの、まあ、難しさがあったというところがあります。まあ、そういった状況の中で感染状況も慎重に見極めながらではありますけども、まあ、今年度はですね、もうすでに今ご質問にありましたけども、
今週お伺いした釧路、根室の7町村、これも含めまして16の市町村、こちらを訪問させていただきました。大変それぞれの地域の取り組み直接お伺いさせていただいて、私自身も今後の道政に反映させていきたい、生かしていきたいと思っておりますが、それとともに私の目的としては、やはりこのコロナの状況の中でなかなかこの地域が素晴らしい取り組みをしているけれども、どうしてもその何て言うんでしょうか、その情報が皆さんにうまく伝わってないところがやっぱりあるというふうにも思ってまして、まあ、私自身もお伺いをした中で、まあ、SNS やいろんな形でですね、まあ、その地域の素晴らしい取り組みを発信して、まあ、多くの方々に知っていただく、まあ、こういう取り組みも積極的にやっていきたいというふうに思ってます。まあ、各地域と調整がつけば、まあ、これからも積極的に地域をお伺いをした中で取り組みを進めていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。関連してなんですけれども、実際に地域に訪れられて、これは同性運営にこう生かせそうだ、生かしたいみたいなふうに思った、もし具体的な事例があればお聞かせいただけますか。まあ、昨日もですね、例えばですけども、別会の方にお伺いいたしまして、まあ、研修施設見させていただきました。生乳乳製品の消費拡大、まあ、これまでも皆さんと一緒になって取り組んできましたけども、まあ、その研修施設は本当に道内よりも道外からですね、ご夫婦で他の仕事をされてた方がある意味では北海道にこの未来をかけてですね、来られて、酪農家としてですね、まあ、この道を歩んでいきたいという皆さんがですね、まあ、そういう方々がどういう思いで、まあ、北海道にお越しいただいて懸命に今これから夢を実現しようとしているのか、まあ、そういう声を私は直接お伺いする、このことは非常に重要だと思いますし、またこの消費環境の取り組みについても、いや知事牛乳飲んでくれてありがとうございましたっていうのはもちろんなんですが、やはりこの生産者の方と直接どういう苦労がある中で今困ってるとか、まあ、例えば飼料の問題とかですね、価格が上がってますよとかですね、まあ、いろんな話をやっぱり直接お伺いすることは私は重要なことだと思うし、まあ、その感覚っていうのはやっぱり動線運営に生かしていく、まあ、これは私は重要だと思ってます。また羅臼の方にもお伺いしましたけども、やっぱり創作に協力していただいている方に対して直接やっぱり顔を合わせて本当にありがとうございますと、でこれからもよろしくお願いします、まあ、そんなのオンラインでいいんじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、私はやっぱり直接もう本当にですね、自分の生涯休んでまで人命を救うんだってことでやってくれた人に対して私は直接感謝を地位として申し上げたいっていう思いもありましたし、まあそんなこと必要なのかって言われる方もいるかもしれないけど、私はそれは必要だというふうに思ってますので、これからもそういった思いでですね、できれば皆さんからも理解いただいて進めていきたいと思ってます。ありがとうございます。最後に1点すみません、これからもその地域への訪問というのは進めていくことになると思うんですけれども、始められた当初、そのできる限り179市町村すべてを回れて取り組みを紹介できればというふうにおっしゃられたかと思うんですが、まあ、コロナの感染状況の難しさもある中でですね、何か現時点でこの先の目標というか知事として生まれている目標みたいなものがあれば教えていただけますか。できるだけ多く本当にお伺いしたいと思ってます。179すべてですね、本当に地域で取り組みを進めていただいてます。まあ、私がお伺いする中で、例えば NPO でいろんなこのコロナ禍でお客さんが来なくなってしまったけども、懸命にこの維持にですね努めて、まあ、例えば廃校の活用とかをしながら取り組んでいる、そういう話もお伺いしましたけども、まあ、私がこのお伺いしてですね、その活動内容とかを聞いたことによって、なんかこう今まで大変な思いの中進めてきたけども、まあ、知事が直接話聞いてくれて少しなんか気持ちが晴れたと言ってくれる方もいらっしゃいましたし、まあ、そんな中で、まあ、そういう皆さんの取り組みを私が発信することで少しでもそういう皆さんの取り組みが伝わるかもしれないというふうに思ってますんで、だからそういう意味でもできるだけ多くのところを回りたいと、で逆に今回り始めてうち来てないじゃないかということで早く来いということも言われてるんで、感染状況もまた勤務のそういった状況も見ながら、できるだけ多く
回らせていただければありがたいなというふうに思っています。ありがとうございました。はい、この他いかがでしょうか。はい、日本経済新聞久我井さん。すみません、日経新聞の久我井です。よろしくお願いします。2030年の札幌五輪招致についてなんですけれども、先日プロモーション委員会が発足し、知事も副会長として加わっておりますけれども、今後招致に向けて道として取り組んでいくことや、またその今回の委員会の発足にあたって改めて知事のお考えを聞かせいただけないでしょうか。まずこのプロモーション委員会でありますけれども、まずはこの繰り返し申し上げてますけど、札幌市でですね、この意向調査、詳細な分析、これを行った結果、今後市民対話などを通じてこの大会概要案の考え方、これが分からないということで、この回答した方ですね、そういう方がいらっしゃるので、その理解の促進、そして開催経費などに不安がありますという方もいらっしゃいますので、そういった懸念を払拭するための取り組み、これを、札幌市においては進めていくんですよということでお伺いしています。まずこれが大事だと思っています。で、それはそれでやっていくということと、今回設立されたプロモーションこの委員会がありますので、このプロモーション委員会でじゃあそういう説明をこのやるんですかと言ったら、この説明についてはそれしっかりやってもらわなきゃいけないと思ってますけれども、このプロモーション委員会では私も公務の都合上冒頭のみの出席という形になりましたけれども、活発な意見交換が行われたということで、委員の方からはこのオリパラ開催に対する不安感や懸念の払拭、住民の支持率の重要性などこのさまざまな意見があったというふうに聞いてますので、だからこの部分についてそのプロモーションの委員の方もこのちょっと不安ですよねという話がありますので、ここは札幌市の方で引き続きやってほしいと思っています。その上でこの大会に関する意義ですとか、この点については札幌市民の皆さんはもちろんなんですけども、道民の皆様、そして国民の皆様に対して理解をしていただくということを考えますと、やはりこの開催のメリットなどをこの多くの方が身近に感じていただけるように工夫をするということが必要じゃないかと思いますし、また何よりも丁寧にこの説明をするということは私は重要じゃないかというふうに考えています。なのでこの委員会、このオープンの場で議論するってことですから、このオープンの場で議論をして、このオールジャパンでの招致活動の輪、これが広がっていくことを私としても期待をしているところであります。よろしいですか。よろしいですか。はい、このほかいかがでしょうか。ご質問、はい、日本農業新聞石川さん。日本農業新聞の石川と申します。よろしくお願いいたします。生乳の処理についてですけれども、先日金子農水大臣が10日の閣議後の会見でですね、大型連休は大きな問題なく処理できたというふうに発言されました。知事の方でも受け止めを教えていただけたらと思います。でもう一つございまして、市長ではですね、国への農業関係の予算提案の中で食料の安定供給というのを重点提案とされています。その意味ですとか、今後どういったことが必要になるですとか、その辺のお考えを教えていただければと思います。はい、金子農林水産大臣がですね、大きな問題なく処理できているというご発言があったということであります。この新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、学校給食の停止、年末年始、年度末、大型連休、そういった形で生乳の廃棄の可能性があるということで懸念されていたわけでありますが、消費者の皆さん、企業団体の皆さん、消費拡大の輪、これが広がる、とともに酪農家の皆様や乳業メーカーの大変なご尽力があって、今大臣がお話ししたという
問題なく処理ができているということになったというふうに考えています。本当に多くの皆さんに改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。昨日先ほど申し上げましたけれども、別会のですね、研修所行ってきましたけれども、ここはもう本当に非常に多くの牛たちがですね、いるんですけども、こういった皆さんが将来に営農を続けていくということがこうできるようにですね、消費拡大についても引き続き知事取り組んでほしいということで直接皆さんからもお話をいただきました。今後夏場を向けると通常だと需要がこう伸びてくるという形にはなるんですけども、そういった意味での改善を期待してますが、やはりこの多くの方々が今回この生乳の廃棄って問題でかなりこの酪農家の方のそういった姿も感じながらですね、消費をしていただいたと思います。ですのでぜひ日頃の食生活の中に、こういった乳製品の消費っていうものを取り組んでいただく、このことはぜひ皆様に引き続きご協力をいただきながらですね、取り組みを進めていきたいというふうに考えております。あともう一点はあれでしたっけ。道の方では国への農業関係の予算の提案の中で、食料の安定供給というのを重点提案として、この点もですね、世界的な人口増加、気候変動によりまして食料需給の逼迫、これが懸念をされるという状況がございます。我が国の食料自給率については 37% という状況で低迷をしています。加えてこの新型コロナウイルス感染症、そしてウクライナ情勢、こういった影響によって国内最大の食料供給地域であります本土への期待、そして役割はますます高まるという状況にあります。このため道としては農業農村整備事業の予算確保、生産資材の価格高騰対策、道産のですね、農耕飼料用の施設用のトウモロコシ、この導入、国産小麦粉の活用の支援、国産チーズのシェア拡大、に向けた対策、など、この食料の安定供給の確実な、この確保ですね、安定供給の確保に向けた施策について、重点提案として位置づけさせていただいたところです。こうした施策がですね、本土の農業農村の実情を反映したものになるように国に提案をする、このこととともに各般の施策を効果的に推進をして我が国の食料自給率の向上、これに貢献を本土としてしながら本土の農業農村が持続的に発展をしていけるように取り組みを進めてまいりたいというふうに考えています。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、このほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ご質問がなければ、それでは、以上をもちまして本日の定例記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございます。